らしいですね。ということで、今日も生放送でお送りしております。ということで、今日のゲストなんですけども、大阪郵便局の局長さん、曲がりお新さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。曲がりおです。どうぞよろしくお願いいたします。で、曲がりさん、ところで私も松代に住んでるんですけども、はい、豊坂郵便局ってどこにある？あ、これか、これですか、はい、豊坂、まあ、地区はねご存知かと思うんですけども、ちょっと今この写真の、あ、これですね、これでじゃあここら辺ですかね。そこで行くとですね、ここ今あの信号がねここにあると思うんですが、ここですね。あ、そこですね。このちょっと上が、まあ、豊坂小学校になっておりまして、その信号の約100メートル下のところに、まあ、豊坂郵便局がございますけど、あ、左側あるところですね、信号の手前の。そうですね、ちょうどか、ゆく、緩いカーブになってるんですね。なるほどね、はい、でこれが写真ですね、はい、まあ、これでいくと、まあ、ちょっと今ここの影になった、あのカーブしてるところですね。そうですね、この辺のところでちょっと今道がこう切れて見えないんですけど、その水上山の影になってるところですね、はい。ということで、まあ、郵便局長さんなんですけども、マルさんは子供の頃からですか、郵便局にお勤め希望されてて目標に持ってた？まあ、そう言いたいところなんですけど、まあ、父親がね、郵便局長、まあ、しておりまして、まあ、郵便局でね、こう遊んだりなんだりしたっていう、そういう記憶あるんですけども、まあ、だんだんとこう年をね、重ねていくというか、物心つく頃に、まあ、だんだんそういうなろうという気持ちがだんだん薄れていってですね、まあ、本来ならまあ郵政の方のね、に、後継ぎとして入るべきなんですけど、まあ、それをちょっと嫌ってですね、まあ、他の会社にこう勤めて、たというふうなですね、そうなんですか、そんな今、思い出がありますけど。他に勤めちゃった？あ、まあ、親の後を継ぐのがね、なんとなくね、嫌だということでね。で、今郵便局長さんなんで、どうして、まあ、まあ、いろいろね、家庭も持ったりして、まあ、その会社も長野県でね、いろいろ転勤もしたりしてるしですね、まあ、なんとなくこう、35歳頃ですけどね、なるほど、まあ、父親が、まあ、まあ、来年こう退職したいという意向を聞いてですね、はい、まあ、自分もまあ今の会社をね、今というか勤めた会社をまあ続けるかどうかね、親の後を継ぐべきかと非常にまあ迷ったんですけど、まあ、ね、いろいろ、まあ、あまり転勤ばかりしてるというよりはね、まあ、家族のことも考えればですね、この今の豊坂の地に落ち着いてね、まあ、こう行った方がいいかなというふうなね、ちょっとそんな判断で、まあ、一応郵政の試験を受けて、まあ、なんとか合格しましたんで、それで、まあ、局長を、ね、に拝命したということになりました。そうすれば、ね、35歳、36歳で局長さん、まあ、一応ね、なったんですけど、35歳や36で局長さんだったら珍しくないですか、若くて。まあ、全国にはね、もうすでに20代で局長になっている方もいますし、そうなんですか、まあ、それぞれですね、まあ、50過ぎてから局長になる方も、まあ、当時はまあ特定郵便局って言っておりました、ね、あ、昔はですから、まあ、資格は、25歳以上になったんですけど、あ、なるほど、ありましたけど、まあ、35歳ってはまあそうですね、いくらか早い方っていうかの方にはいくらか早い方、そうなんですか。で、まあ、今現在にこう飛んじゃうんですけども、何か今のその豊坂郵便局で独自になんかいろいろ行ってるみたいなんですけども、まあ、独自というかね、金融機関では結構そういうこともやってらっしゃるんですけど、まあ、幸いしてこう郵便局のね、ロビーのスペースが、まあ、ゆとりがあったもんですから、はい、まあ、壁等を使ってですね、地域の方々の、まあ、例えば絵画とかね、ちぎり絵とか、あるいはまあ人形等をね、こう飾ったりとかね、
そんなようなこともやっております。それは年間通して？まあ、毎月変えるとか？毎月とじゃないんですけどね、まあ、その方 の、 まあその、ね、意向によってで、ああの 2,3 ヶ月で変える時もあればですね、半年ぐらいまあかかってる時もありますし、ああその方によってね、はい、そうなんですか。でその展示してるっていうか、なんだ、飾ってある作品の作者っていうのは地域の人、他の地域からこう持ってくるってはいないんですか？まあ、ほとんどが地域、豊坂地区の方ですね。あ、まあ、あとはあの隣の加計地区の方、あ豊坂加計地区も、ね、あ方がまあほとんどですね。お、あそうなんですか。結構皆さんあれですか、こう俺もちょっと郵便局に飾ってみてよなんて人いらっしゃるんですか？まあ、こちらがね、いろいろね、こう郵便局の窓口でお話してると、まあ、うん、あのこんな趣味を持ってるってことをお聞きすればね、うん、まあ、ぜひまあ郵便局で飾らせてくださいと、そんなお願いをしてですね、なるほど、飾っていただくという、まあ、そういったパターンが多いんですけど、うん、皆さん心よくこう展示してくれますか？なかなかね、恥ずかしがってね、こう飾るのをね、拒むっていうかね、方もいらっしゃるんですけど、うん、まああのね、気楽な郵便局ですから、ぜひまあ、ね、これからも、まあ、あのそういった方がいらっしゃれば飾っていただきたいと思いますけど、なんか他にもなんかあるらしいじゃないですか、独特な、まああの、うん、スペースのね、そのゆとりを使って、まああのロビーの一角ですけども、まあ、キッズコーナーっていって、まあ、お子さんがね、こうお子さん連れのお客さんもいらっしゃるんで、ちょっとその子供さんをそこで遊ばせるスペースがあればいいなっていうね、そんな発案がありまして、で、まあ、あのおもちゃと、まあ、家にあったおもちゃをですね、持ち寄ったりしてですね、そこにまあこうお子さんの遊ぶスペースを、作ったところ、まあ、意外といろいろ、まあ、あの好評でですね、なかなかそこからまああのお子さんが帰らないということで、いろいろ困ってるお母さんもいらっしゃるくらいなので、なるほど、気に入っちゃって、まあね、いろいろあのおもちゃありますからね。なるほど、はい。で、まあ、今その、ね、いろいろな特色をお話しいただいたんですけれども、その豊坂郵便局の全体的なその意味でどのような郵便局なんですか、全体的には？そうですね、まあ、うん、あの中山間地にある、ね、郵便局ですから、うん、まあ、あの取り扱い量も少ないですし、うん、まあ、あのそんなことで、まあ、小さな郵便局なんですけれども、うん、まあ、あのちょうどこう真っ白からあの上田等にね抜けるその街道沿いにありますので、まああのそういった方々がね、まあこうご利用したりしていただいたり、またあの地域の方々もね、まあ非常によくあの豊坂郵便局をねご利用いただいてて、まあ本当に大変嬉しく思っている次第ですけどね。あ、そうなんですか。であの今のねお話、お父さんの時からも郵便局長さんだっていうことなんですけども、以前からそのような郵便局だったんですか？まあね、あの今の郵便局の、ね、形ってよりも、まあ、あの元は、ね、非常に、まあ、この田舎の郵便局で、まあのんびりした、ね、部分がありましたんで、うん、まあ、郵便局長は、ね、まあ、あの局にもいることもあるんですが、まあ、地域を回って、ね、まあ、営業も含めてって言えば含めてなんですけども、うん、地域の方とかいろいろこうお話聞いたり雑談して、まあ、お茶もいただいたりとかね、そんな風にやって、まあ、地域の方にね、いろいろあの親しんでいただいて、まあ、あの結果的にいろいろね、あのそれで営業を、ね、うん、に結びつく時もありますけども、うん、まあ、それが全部の目的じゃないということで、やってましたけど、まあ、あのそれがだんだんとね、今少しそうではなくなってきたのが非常に残念なんですけど、その以前からという、ね、お話なんですけども、あれ平成19年でしたかね、民営化されたのは。それ以前とその民営化されてからっていうのは結構変わったもんなんですか？そうですね、まああのね、うん、お客様の利便性を、まあ、高めるという目的で、うん、民営化したんですけど、まあ、あのその点はね、うん、ちょっとまあイコールというわけにいかないかったんですけど、あ、うん、まあ、あのちょっと社員も一人ね、うん、減ったりして、まあ、どうしてもこう民間ってなると効率的な部分がね、うん、ありますので、なるほど、まあ、かといって、まあ、サービスを、ね、うん、低下させるわけにはいきませんので、まあ、一生懸命、まあ、窓口やってると、うん、だんだんこう地域を、ね、うん、回っていく時間っていうのが、まあ、削られてしまうと、あ、なるほど、ちょっとそんな分は、まあ、一応に、ね、申し訳なく思っております。
じゃあやっぱりこう民営化されてからはやっぱりこう地域に出てくる回数が少なくなったと。まあね、それが一番ね、ちょっと、まあ、申し訳ないっていう部分もありますし、まあ、まあ自分自身もちょっとだんだん最近どうも出張も多くなってね、局にいない時間も多くて、大変地域の方と交わすね、機会が少なくて大変申し訳なくなってますけど。そうですか。で今この郵便局豊坂にあるんですが、はい、このような郵便局っていうのは全国でもいいし松代でもいいから、これたくさんあるんですかね。そうですね、まあ郵便局はね、ご存知通りね、まあコンビニの数ね、くらいというか、まあ、そうなんですか。まあ全国で2万4千の郵便局がありまして、まあ直営とのいわゆる郵便局っていうのがね、約2万局です。で、あと、まあ、簡易郵便局ってね、聞いたことあるかと思うんですが、まあ、それはまあ委託された郵便局です。こちらがまあ4000局というふうにあります。松代ではですね、その直営の郵便局が松代郵便局と寺尾郵便局と、まあ、うちの豊坂と、この3局でありまして、まあ簡易郵便局は、ありませんですね。でその今直営と簡易郵便局というのは簡単に言うと どこら辺が違うんですか。そうですね、まあいわゆる郵便局に勤めている社員のね、まずはその、まあ、資格というかそういうものが違ってきておりますし、まあ、取扱い業務についてもある程度、まあ、簡易郵便局の場合は制限された部分がありますので、ちょっとまあ若干違うんですけど、まあ郵便局と言ってしまえばどちらも郵便局ですからね。そういった点ではお客様から見ればあまり差はないかなと思いますけど、やっぱり利用者という 客から見れば特にその直営でも、簡易郵便局でも関係ないというか問題ない。まあね、そういうふうにはね。そうなんですか。でその、まあ、今の松代には3つというお話あったんですけども、はい、その変な話、担当エリアとか、なんていうか、そういうのはあるんですか。まあ、元はね、いろいろ郵便局間でもね、これ、いろいろノルマがありますからね、ちょっと他の地域ね、行ったりなんだりとかいうね、そういうこともあったんでしょうけど、まあ、一応、異例とすれば、まあ、豊坂構築というね、地名的に豊坂というところがエリアになっておりまして、あと、寺はね、この寺内地区、まあ、あとは全部、その他は全部松代郵便局のエリアになってますね。じゃあ簡単に言うと豊坂と寺尾以外は松代郵便局というような雰囲気ですか。そうですね。そうなんですか。でそのような中で特にね、その局長さん、豊坂郵便局でなんか気を使ってるようなところがあるらしいじゃないですか。まあそんなにね、言われた話じゃないんですけど、まあ当たり前のことですけども、まあ来局された方にね、まあ本当に、気持ちよくね、な気持ちでいろいろね郵便局をご利用いただくように、まあなるべく笑顔で、そしてまあ爽やかなね、そういう雰囲気作りを目指しておりますし、まあなるべくこう堅苦しくないね、まあ地域の方とこう気さくに話せるというね、そういったことで、まあ、雑談をね多くしたり、まあ、いろいろ地域の方言をね、しっかり使ったりして、まあ、なるほど、和やかなそんな雰囲気を作ろうと思ってますけど。わかりました。だいぶ時間もねなくなってきてしまったんですけど、まあ、豊洲がねすごくいい場所なんですけどもね、地域的に、で、まあ、そのような中ですね、そのもちろん松代、豊坂も含めて松代、それからこれ世界に流されてるんですけども、皆さんにですね何か最後に一言あったらお願いしたいんですか。まあね、真っ白真っ白でも素晴らしいね史跡がたくさんありますけど、まあ、豊坂にもね若干そういった見どころあるもんですから、まあ一つ二つをご紹介しますと、まあ例えば明徳寺というねお寺があるんですけど、まあ、ここは松代のですね、海津城主のですね、城主だった高坂男女、お墓もありますし、まあ、あるいはですね、まあ、硫黄島のね、まあ、で有名な栗林忠道大将のね、お墓もあったり、あるいはまあカエル合戦、今ちょっとね、カエルも少なくなってきたんですけど、カエル合戦でも大変有名なですね、そういったお寺もありますし、あとは他には小宮とかなんか、関谷地区には原石神社というね、ここは
いわゆる来年行われる御柱もね、そうですね、行われますので、うん、ここも大変ね、来年あたり見どころの、うん、神社ですね。来年は神社ですね、はいはい。あとは他にはなんか水上山もあれ、今また写真に、ね、ありました、水上の、ね、頂上に、まあ熊野権現とかね、水上神社がありますけど、あ、まあ、ここでも10月に例大祭も行われたり、 そうですね、まあ、あるいは5月にね、ピラミッド祭りというね、うん、ちょっとこれもまた独特な祭りですけど、うん、そうですね、まあ、これも開かれます、はい、素晴らしい場所ですね、はい、はい、どうも今日本当にお忙しい中ありがとうございました。どうもありがとうございました。失礼しました。ということで、ね、今日はもう本当に豊坂はね、自然豊かなところです、うん、素晴らしいところですよね。そうですね。ということで、はい、お知らせ、はい、これもね、はい、14日、はい、これも2つありましてね、1つは武家屋敷のお庭拝見、これも春と秋と、ね、うん、2回やっても今度秋の分、何でも前からやってますよね、うん、やってますね、うん、でこれをね、また14日、はい、行いますね、真っ白城入り口さ、9時集合、うん、9時半出発ですね。他の突然に行っても回れるのは、うん、あれなんか参加者がすごく多いなんて、今回はね、いろいろと参加者多いですけど、多いですね、大丈夫です、はいはいはい、はい、それからね、あと樋口家住宅、うん、ね、はい、ここもね14日午後1時から、はい、1時半かこれからね、これ新作のね発表会、紙芝居、あ、紙芝居ね、紙芝居、はい、真っ白民話54あるんだけどね、うん、今ねそこもどんどんと今やってますんで、これまたね、はい、今29作終わったんで、うん、これからまたね、うん、2作っていうのができるっていうの、なるほど、これ新作発表を、ね、はい、行います。ぜひおいでください、はい、それからですね、はい、ということで、はい、次の週、11月の21日土曜日、はいはい、ね、これもねまたね城下町の文化財の、ね、建物を巡るっていうのをやるの、うんうん、いろんなのがあるですよね。これはまたね、土曜日なんだけど9時30分出発、うん、文化財いっぱいあって大変だ。そう、その中をね、見ていただく。あ、それからもう一つ、はい、これまた樋口家住宅、ね、これはね着物の端切れでね、うん、袋を作りませんかってちょっと手作り、うん、これをねまたね2回ね、1回10時からと1時半から、うん、これ2回やるんだよね。これね参加申し込みはね不要なんで誰でも OK ですよ、うん、材料代100円で OK ですってんで、面白そうじゃない、面白い、ね、ぜひ参加していただきたいなと思います、はい、ぜひということで予告、来週ですね、はい、週は、はい、来週はね、はい、前回2回ほどね、うん、東城の、ね、はい、真白焼きの、うん、そうですね、釜元、はい、今回はね雨飾り工房さんね、宮崎さんに来ていただいて、うん、またお話聞ければいいかなというふうに思いますので、はい、また綺麗な器持ってきていただけるかもしれない、はい、まあ、そんな楽しみですね。そうですね、そういうちょっと面白い話を聞ければいいかなというふうに思いますので、はい、来週をよろしく、はい、お願いいたします。来週のしゃべくる場所どうぞよろしくお願いします。またまた、はい